植民地、インド博覧会を開会する、女王陛下、インド宮殿の正面入り口を進まれる、イラストレーテドロンドンニュース、1886年5月。展覧会における、ジャマイカの展示。会場で販売された、イギリス帝国の半島を示すアーザブの地図。植民地、インド博覧会は、1886年5月4日から11月10日にかけて、 ロンドンのサウスケンジントンで豊富な展示物を用い、商業を活発にし、女王陛下の帝国内のすべての地域の絆を強めることを目的に開催された博覧会。この博覧会はビクトリア女王によって開会され、会期中に550万人の入場者があった。博覧会には、イギリス領インド帝国、自治領カナダ、ニューサウスウェールズ植民地、 ビクトリア植民地、南オーストラリア植民地、クイーンズランド植民地、西オーストラリア植民地、ニュージーランド自治領、フィジー、ケープ植民地、ナタール植民地、セントヘレナ及び、アセンション諸島、セイロン、モーリシャス、海峡植民地、香港、ギアナ、西インド諸島、トリニダード、イギリス領、ウィンドワード諸島、グレナダ、セントビンセント、トバゴ、 セントルシア、バハマ、エーリオホンジュラス、西アフリカ定住地、ゴールドコースト、ラゴス植民地、マルタ、キプロス、ホークランド諸島が出展した。展示物の中には、ニュージーランドから運ばれた、マオリの墓、ラゴス植民地からの儀式に用いる、県、海峡植民地からのバッタタきタなどがあったが、西インドギャラリーに展示されたバハマ諸島の風景を、 描いたアルバート・ビアスタットの油彩、アフター・エーノーサーは、エドワード皇太子に絶賛された。インドの美術品は、藩王国ごとに、別々の場所に配置されていた。ラージュプーターナーの入り口は、当時のジャイプル反王国のマハーラージャが作らせた、大きなジャイプルの門となっていた。クワーリアル反王国の門は、1883年のカルカッタ国際博覧会に展示されたものを、 ビクトリアアルバート博物館が借り受けて設置されていた。アーグラの監獄から連れて来られたという数十人のインド人たちが生きた展示物となり、イギリス帝国が長期的に取り組む犯罪カーストの構成の一部として、職業訓練を与えられた職人として紹介された。実地領カナダは農産物や工業製品を多数出展し、果物などの農産物のほか。 農機具や楽器が注目され、以降のイギリスにおける市場拡大につながった。多数の入場者を集めたこの博覧会は、終了までに3万5千ポンドほどの収益を上げ、これをもとにインペリアルインスティチュートが設立されることとなり、博覧会への出品の一部を常設展示する形で1893年5月に開館した。この博覧会のために建設された、 ジャイプルモンは1926年にホブ博物館に寄贈され、その庭園に移設された後、2004年に解体修復の上で再建され、2006年に再公開された。ありがとうございます。